阪神元投手コーチ五井転落まである。昨季の王者がもがき苦しんでいる岡田彰布監督66率いる阪神は交流戦の2カードを終えて1勝4敗、セ首位で突入したものの瞬く間に巨人と広島に追い越されてリーグ3位に転落した。3日時点で7ゲーム差に6チームがひしめく混戦の中、本誌評論家の金村明彌氏は交流戦終了時に5位まで転落する可能性もあると警告するとともに提唱した打開策とは、交流戦に入って低調な打線が復活の兆しを見せないばかりか、今度はダブルストッパー野下と岩崎にも陰りが出始め、チームの敗戦につながる失点を喫するケースも目立ち始めている。その原因について2016年から22年まで阪神の一軍投手コーチを務めた金村氏は、打者の状態がすぐに上がるとは考えにくいですし、ゲラと岩崎は登板型ではないかというペースと指摘。チームは49試合を消化してゲラは25試合、岩崎は24試合に登板している。このままのペースでいけば70試合近くに登板することになるだけでなく、開幕から2ヶ月目と4ヶ月目は疲れが出てくる時期、それに接戦が多い中でどちらかが休めるわけではなく、1試合で両投手を使わなければいけない。現状は W ストッパーの意味をなしていないんですよね、とした。どうすれば流れに乗っていけるのか、金村氏は先発に頑張ってもらうしかないですときっぱり。 DH を使うパリーグ主催試合では代打を送らなくていいので、才木のように先発陣が完投するしかないと思いますと提言した。金村氏は村上、大竹、西雄、伊藤将も中6日で130球投げて完投してもらいたいところです。大竹ものらりくらりで投げられますし、西雄も余裕で完投する体力もありますと言い、先発投手がいい状態であればリリーフを使いたい場面でも変えないことですね。そのようにうまくマネジメントして中継ぎを休ませてあげないと怪我にもつながってきてしまうと警鐘を鳴らした。先発完投できたらいいけど、どっちかっていうと打線奮起かな。例えば4点差以上開けてさえいれば、展開によってはゲラや岩崎を使わないで他の投手で試合を終わらせることできると思うけど、ここまでになったのは先発のせいでなくて打線が打たなさすぎたから登板数が増えただけだと思うよ。今阪神はマジで正念場だと思います。才木は今季の救世主的存在といえる。金村さんのああいうことは打開策というか、今はそれで乗り切るしかないということかな。完投ボロボロになるまで投げさせるみたいに捉えてしまうが、先日の才木も球数は116球でそこまで酷使したというわけではない。とにかく打線でしょう。去年は点取ってたから、中継ぎ抑えは間を空けて使われていたし、捨てゲームも作れたけど、今はピッチャーの踏ん張りだけで首位に立ってたけど、いっぱいいっぱいになってきたってことでしょう。先発抑えや打撃陣が調整できなければ監督がチーム全体を調整する。打順や打者の入れ替え、抑えの配置見直しや入れ替えなど、野手陣のライフシーンとしょうもないエラーがある中で起爆剤が必要。どんでん好みの守備堅守だが、パンチのない打線かエラー覚悟の打力重視か。交流戦終わった段階で首位と5ゲーム差くらいにいるのが最低条件くらいの考えでは甘いのかな。リーグ戦が再開すれば直接ターゲットを叩くこともできるわけだし、ただ今は混戦だけど、まだ各チーム12試合以上残す交流戦の中で1チームでも抜きんでた成績を上げるチームが出てくる可能性もあるから、置いていかれない位置にはいないと。何せ連覇がかかっているからね。でも根本は打線でしょうね。中野と大山が特に悪すぎる。あとは前川を左右関係なしで出してほしいなとは思う。オープン戦から開幕3分の1を消化する近頃まで打線は不発状態だ。今岡も辛い立場だな。片岡の時を思い出す。確かに投手力は要だと認めるが、ドジャースに行った山本のように少々点を取られても取り返してくれるチームであれば、投手もますます良くなってくる。去年の虎がそうだった。順位表見たくなくて見てなかったけど、直近の散々な成績でもまだ貯金ある首位の巨人も 0.5 差しかないのな。交流戦もぶっちぎりの再開かと思ったら、そんなには勝ち負けどこのチームも開いてないのな。何とか粘って少しでも勝ち星増やしてほしいわ。先発完投は必要ない。7回までは先発に頑張ってもらって、あとは切り式石井を後ろに回せば形はできる。個人的には金村さんの意見に賛成。昨今分業制が当たり前みたいになってるが、リリーフの調子が良くない時は先発の調子次第で完投までは言わないが、100球くくりはやめて最低7回できれば完投までを目指すのはありだと思う。リリーフの配置会が必要でしょう。接戦の終盤の登板のストレスは疲労度をかなり高めるので、リリーフ投手の登板間隔の確保と登板イニングのシャッフルで負担を分かち合うことができる。岩崎、ゲラのダブルストッパーではなく切り敷きや石井も絡めてクローザーカルテットで乗り切ればいい。関東か、確かにそれができれば理想的だが、才木以外なら村上、西雄なら可能だろうが、大竹は無理だろう。そら先発が完投すればいいのはわかるけど、ブルペンはとりあえずオールスターまでは2連投させないとかの目安で徹底していくしかない。湯浅、岩貞の1日も早い復帰、
あとはほんまに打者の復調。ご意転落の可能性って別に阪神に限らず全チームにある話でしょう。ストッパー低調って高々23試合打たれただけで12球団の中ではリリーフ陣は信頼度高いと思いますけどね。金村さんの打開策ってちょっとずれています。どんなにいいピッチャーが完投しても得点しないと勝てないのだから、そもそも金村さんは先発完投してずっと勝っていたのでもない。今日の村上は休養10分、しばらく6連戦の頭勝てていなかったので、今日勝てばチーム全体流れに乗れるのでは。先週の火曜雨で流れたのが吉と出てほしい。打線がもっとチャンスに強くなって点が取れたら投手陣が楽に投げられるようになるはず。投手陣のプレッシャーが大きすぎる。打開策はとにかく打てない大山をスタメンから外すべきやろ。打順を下げただけで復調するレベルじゃない。7番で出た試合、進塁打右打ちしてほしいから7番になったわけじゃないのに、困難するなら大山じゃなくていいやん。交流戦は勝てなくても大きく引き離されることはないよ。他のチームも同じように勝てないから、5割でいけば優勝争いに残れるよ。ゲラは球種が少なすぎる。抜群にコントロールも良くないし、ストレートは速いけど空振りを取れそうな感じではないので打たれる感じ。なんで今年はこんなに打たないんだろう。この打線でこの順位は逆にすごい。そろそろ打線で投手陣を楽にしてあげないと。 W ストッパーが不調なだけでなく、頼みの切り式石井勝も当番方になっている。言葉は悪いが捨て試合も必要でしょうね。頑固な岡田監督がきちんと調子良い選手を2軍から上げて使えばいいだけ。ミエセスとかエンタメ枠やん。相手の投手も今年は相当頑張っているので点数が取れない。データが集まっているのだろう。ピッチャーはいい。これ以上求めたら鬼だろ。打線が問題だから打線を改善するしかない。岩佐何やってんだ。 WBC まではすごく楽しみにしてたんだから、このままフェードアウトするなよ。登板を抑えようとしているのは分かりますけどね。いかんせん接戦が多すぎて。ゲラと岩崎、キリシキと石井のポジションを入れ替え、これでいいのでは。今日は村上が最近の投球見て燃えているらしいから見物。打たなさすぎて投手に負担かけすぎ。いやいや、打線頑張らなあかんやろ。岩崎はもともと安定してないからね。コーチ陣は皆岡田のイエスマンだから無理だな。打線がもっと打ったら楽な試合できるんや。どれだけピッチャーが頑張ってるか評価しないと。抑えも打たれる時があるが、あまりに点を取らなさすぎ。先発完投できたらいいけど、どっちかっていうと打線奮起かな。例えば4点差以上開けてさえいれば、展開によってはゲラや和崎を使わないで他の投手で試合を終わらせることできると思うけど。ここまでになったのは先発のせいでなくて、打線が打たなさすぎたから登板数が増えただけだと思うよ。先発、中継ぎ、抑えと形ができてしまった。先発は100球が目処となったことから5回終了時の球数で判断される。130球であれば完投できる。新たなベースを作る時期に来ていると思う。ダブルストッパーのうち岩崎は完璧に3人で抑えられることが減ってきている。シチュエーションからして相手は逆転の一発を狙って大振りしてくるから、当たれば逆転サヨナラになる。しばらくは石井と桐敷の左右使い分けを提案したい。打線次第でしょう。5点くらい取ってくれれば阪神の先発陣なら完投しても4点以内には抑えられるでしょうけど、いかんせん2点がやっと奈良勝つためには少ない点差を守るため継投するしかない。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。